東南アジアのマンダラの核となった地域マンダラズマンダラ論とは1982年にアメリカの歴史学者オリバー・ウォルタースが著書東南アジアから見た歴史文化地域で提唱した近世以前の東南アジアにおける国家の形態論である古代から近世にかけての東南アジアはヨーロッパの不形成社会とは違い不形成と母形成の両性社会であり 社会的地位は、地筋だけでは決まらずに、常に、権力の、このため、世襲による巨大な王国は成立しにくく、権力者は常に実力を示し続けざるを得なかった。しかし、原始社会のような実力だけでの権力では、広域支配を維持することはできないため、権力の図式は、地方ごとにおける、小さな主権、それをまとめる、中規模な主権、さらに、それをまとめる、 大規模な主権となった。そしてその裾野は往々にして重複しており、あたかもマンだらずのような、どこまでが中央の支配する領域か明確ではない、重層的かつ多重的な権力による連合国家の形態が見られることとなった。歴史年表上で見る限りはどこかの王権に支配されていそうな都市が独自に中国に対して徴候を行っていたり、 現代人には一つの国家と認識される内部で、都市同士が領域の主導権争いを行うなどの現象はこのシステムによって説明ができるとされる。このようなシステムにおいては、権力の頂点にある者が己のカリスマをヒンドゥー教の神格になぞらえるなどの傾向が見られ、ベトナム北部を除くインド化された東南アジアで広く観察できる。先行する論としては、 1976年にアメリカのスタンレージェイ・タンバイアが唱えた銀河性大論がある。これはアユタヤ王朝において世界の中心を主張するアユタヤ機内王権の周囲に同型の1級から4級までの小王朝が存在してそれらは合体と分裂の絶えざる運動をしている。またそれらは分業関係にないためにそれぞれが自立可能でかつ征服されることは単なる吸収であり。 消滅ではないという論である。またクリフォード・ギアツは1980年に、ヌガラ19世紀ばりの劇場国家で劇場国家論を唱えた。これは国家機構や存落機構において、政治、経済、民間儀礼のすべてが国家なしで動いており、重層的かつ多様性の強い社会では、建築物などの動かないものよりも、儀礼のような演劇的なパフォーマンスが、 重要であったという論である。オランダの人類学者、ハー・ヘイスティンは、著書、サークルズ・オブ・キングスにて、東南アジアの王権が、村落地方の中心町地方の中心の三重構造であると主張した。チャンパは、中央集権の王国ではなく、インドゥラプーラ、アマラバーティ、ビジャや、カウターラ、パーンドゥランガの、各地方王権の連合体であった。分にもチャンパ王は、 王の中の王と書かれている。チャンパの領土が半分以下になり、水防が間違いないものとなった17世紀にあっても、チャンパ商人の活躍が衰えなかったことも、マンダラ的な性質を示している。また、金属国家の難心が段階的にしか進まず、チャンパの滅亡が一時でなく、数世紀かけて起こったことも同様である。また、ほとんどインド化されなかった金属国家においても、 南北分裂時代や現朝の初期においては、明王朝維新、チャンパイ新、カンボジア勢力、ジャライアバナールなどの産地民族勢力をうまく、活用支持地権を付与した南部において、ある程度のマンダラ的な性質が見て取れる。アユタヤ王朝では、中心であるアユタヤ機内の外に9級から4級までのランクを持つ、徴広国が多数配置されていた。第21代のナレースワンダ用の時代に、 軍ごとに王を置く制度を改め、軍長を中央派遣の管理に統治させた。ボルネオ島においては、村落を形成する大悪人やマレー人による部族共同体を、ブルネーやスーリーのスルタン、乱放公使の総長などが取りまとめることによって、国権が維持され、さらにその国権の多くは中国への徴行を行った。現在においてもマレーシアは連邦制であり、 マレー半島では11の州のうち9つに国王が存在する。モモキ P62、モモキ P63、モモキ P65、モモキ P75 から79地方の主権は、例えばマレー語ではヌガラ、タイ語ではムアンと呼ばれるものである。これらの単語は、現代では共に国を意味することになっているが、今でもあちらこちらにムアン零レ零レ、バツカヌガラといった地名が残っている。 歴史世界としての東南アジア ISBN 978から4から63から43万4120から3ありがとうございます。